こんにちは、一崎です。本日は今シーズン希望を与えてくれている若手野手についてお話ししたいなと思います。パ・リーグ中心に今季戦力化された選手が多かったり、セ・リーグでは怪物ルーキーの躍動が目立ちます。 先日、今季1軍のレギュラーをがっつり掴みかけている選手についてお話ししたわけですが、それ以外にも今1軍に多く出ていて、主力になりかけている若手選手も多いんです。そんな希望をくれる選手についてお話ししたいなと思います。まあ、こちらも前回同様で、個人的なものになりますので、そこはご了承いただければと思います。まあ、この時点で1軍で若手選手が出ているというのは、まあ、なかなか、 多いことではなくて、まあ、チームが少し苦しい状況だったりそのポジションに本来いなきゃいけない選手が怪我だったりいろんな事情があるんですよね。まずは小園選手 昨年ウエスタンリーグで最多アンダーを獲得したプロスペクトもともと高卒1年目から1軍で58試合で2割1分3輪4本塁打9二塁打と長打力を見せかなり期待も集め田中選手の次のレギュラーと誰もが疑いませんでしたただ2 0 2 0年は開幕1軍を逃した上に2軍でも絶不調守備でも苦しかったんですが後半にかけて攻守ともに戻してきました そして今季は当初2軍も1軍をつかむと田中選手に代わって積極的に起用され今は打撃でもアピール中守備でまだまだ粗さはあれどある程度の範囲を見せることができています打撃面での活躍は申し分ありませんあとは守備での安定感長く1軍の試合に出続けることが大事になります12年目ともに多くの試合に出る体力はつけてきました 本気しっかりと活躍し田中選手からレギュラーを奪い取りたいところ、まあ、田中選手も近年苦しいシーズンが続き昨年手術を行って今シーズン完全復活を期待されながらなかなか一軍で活躍することができていません彼にとってはチャンスです まだ UZR、レンジランズ、共に短いイニングではありますが、マイナスと、まあ、守備面で我慢したいくらい打撃で打っているので、なんとかこのまま続けていってほしいなと思います。いろいろ言われることもあったのが本当に気の毒で、まあ、本当に順調な曲線なんですよね、今のところ。高卒1年目から1軍で出場ということだけで素晴らしいですし、2年目には2軍で最短打。そして3年目に1軍でこうやってアピールできている。本当に順調ですし、このまま頑張ってほしいなと思います。 そして林選手高卒1年目のウエスタンリーグで7本塁打放った怪物3塁そしてファースト中心で4番として育成されてきた大砲候補2年目には試合数が減ったにもかかわらず9本塁打と長打を放ち打率も上げましたそして今季も36試合の出場で6本塁打と自慢の長打力を見せチームのコロナ感染でチャンスをつかむとそこから1軍で結果とにかく速球に強いんですよね まだ落ちる球やボールの見極めに課題を残すものの十分すぎますし、いきなりデビューして見極めまでどうでも打てていて、もう本当に素晴らしいの一言なんですよね。でカップ、なかなか得点圏で一打を出せておらず、鈴木選手でさえそこに苦しんでいる中、彼はチャンスで一本放てていますし、もうチャンスでの打席に関しては、ほとんどのカープファンが期待しているんじゃないかなと思います。 まあそこまで当たるか当たらないかというようなロマンホータイプではないように見えていますし今までファースト中心で英才教育的に起用されてきた林選手が一軍のサードとしてすでに打力を見せ始めています、まあ、守備でまだまだ課題と思われるところもありますが球際の強さ全力プレーで今は三塁を何とか埋めてくれています広島が長らく苦しんできた三塁の穴を埋める存在になるんじゃないかなと今を期待して疑いませんそして中村翔成選手 かつて甲子園で大注目された怪物ですがプロ入り後は二軍でしっかり育成ただ度び重なる怪が復帰して即怪我など不運にも泣き続けました要所でちょうどは放ちながら高校時代の注目度を考えると少し物足りない内容でもあったのかなと思いますそして坂倉選手はもちろん石原選手とアピールしてきた若手キャッチャーが多いからこそ彼も立場が厳しくなってきましたそんな今季は複数ポジション外野でも出場し始めていました 昨年は2軍で当初首位打者争いも失速。今季も2軍でそこまで圧倒的に打っていたわけではないんですが、パンチ力は魅力。1軍でも初安打、長打を放ち、緊急スタメンマスクで結果を残すなど猛アピール。コロナの影響でスタメン機能も増えましたし、 ま、一軍のエースクラスの選手と組むことも増えてきました。坂倉選手同様、キャッチャー以外のポジションも守れるようになったことで、打撃でアピールするチャンスが増えました。まあ、坂倉選手が今はファーストとして非常に守備でも頑張ってくれていますので、彼をキャッチャーとして使っていくこともできます。まあ、相澤選手が怪我となってしまいましたが、捕手に関しては相当激戦です。まあ、ここでいろんな選手との併用になっていきますが、存在感をさらに見せていきたいところ。まだまだ課題もありますが、打撃が本当に期待できるんです。 相澤選手、磯村選手、坂倉選手、石原選手、中村選手と、まあ、本当に12球団でも一番激しいとも言われる争いなのかなと思いますそして、羽月選手高卒1年目から2軍で3割放った内野手2年目には49試合で3割4分9厘17盗塁ととにかく持ち味を見せまくってくれましたシーズン途中には1軍デビューしヒーローにもなってみせました 菊池選手という存在がいてなかなか二塁出場が難しいことやチームの事情もあって今季はセンターに挑戦そして早い段階で1軍で出場し2番としての出場を増やしました当初打撃で絶好調もバントが多かったりさすがに彼も少しずつ力で押されるケースも目立ってきましたがそれでも打席の中で粘ったり内容があることが多いんですよね もともと選球眼が良いタイプではなかった印象も、追い込まれても粘ってボールを取ること、そして強い打球で間を抜いたり、1、2軍初となる本塁打など、長打も増えてきました。まあ、もとこういう長打が望みづらいバッターがどうやっていくかというのは議論になることではありますが、まあ、彼は本当に粘って粘って、ランナーとして出る。そして、ツボにはまると長打も打てる。小技も完璧という。まあ、言ってしまうとそういうタイプのバッターの中で目指す、 べきある種のの形なのかなかと思いますチームの中でこういう選手が、まあ、23人いるとなかなか長打は望めないんですが、まあ、例えば後ろに鈴木選手がいて前に西川選手がいるだとか、まあ、そういう状況ならば彼がいるというのはかなり良いように働くんじゃないかなと思っています、まあ、センター守備で若干まずいプレーもありましたが今季飛躍を見せている選手であることは間違いありませんそして岸選手甲子園を見ていた人からすると、まあ、知らない人はいないんじゃないかなと思います 高橋コナー選手や岡本和真選手らと日本代表で活躍し当時森選手がいた大阪桐蔭高校をエースとして封じましたただそんな彼が野球から一度離れ野手として独立からプロ入りした通称消えた天才そんな彼が指名され1年目から2軍で出場もともと独立の盗塁王で俊足が武器かつ、まあ、外野本職ですが内野も守れるユーティリティとして期待もプロ入り後は外野戦人 1>, 1年目の2軍では54試合で2割5分3輪、4本塁打、21打点、4通り、OPS7 割6分1輪随所に見せる長打やセンスは感じたものの、目立つ数字は残せていませんでした。そして2年目、2軍で21試合で1割7分、2本塁打、OPS5 割6分2輪と苦しんでたんですよね。まあその中で昇格すると、1軍で安打、長打を放ち、若林選手の離脱を埋めてみせました。 1> 今、一番として出場中。直球に対して力負けせず、先頭打者ホームランなど、恐れない積極性が素晴らしい。前日がノーヒットだったとしても、次の試合には3安打打つなど、まあ、本当に固め打ちすることもできます。もともと盗塁がそこまで多くはなかったので、足でかき回すというような攻撃はしていませんが、今まで2軍でキャリアハイが4本だった選手が、すでに1軍で4本放っているんですよね。これってとんでもないことだなと思います。想像以上というか、ここまで活躍することは予想していませんでした。 少しずつ対戦が増えてきて、まあ、適応され始めているのかなとも思いますし、まあ、彼自身も疲れが見えてきています。まあ、今のところ失いかけていた一番の希望を再び与えてくれてはいるものの、ここ数試合、さすがに落ちてきた印象も否めません。真、まあ、下で鈴木翔平選手らがアピールしていますので、まあ、若林選手がいなくても彼の競争というのは続いていきます。その中で彼が一軍でどこまで耐えられるか、注目したいところではあるのかなと思います。そして、紅林選手。 高卒1年目の2軍で86試合で2割2分、1本塁打、20打点、OPS5 割5分と、数字で見ると決して良くないかもしれませんが、高卒1年目からがっつり出られたこと、さらにフル出場がゆえに数字を落としたところもありましたが、あんだ、長度も放つことができました。 そして今年は若手の積極起用もあり、オープン戦から1軍で出場。太田選手、佐野選手、トング選手らとともに、センターラインを一気に若手がつかむかとポジられていました。開幕当初にいきなりエラー絡みからの失点など、苦しい形も続き、打撃でも苦しく、まあ抹消して鍛え直しかなと思っていましたが、その中で成長を見せ、荒さがありながらずっと出場。まあ必ずしも1軍で使い続けることが育成というわけではないと思いますが、まあ彼に関しては本当に日に日に成長を感じる。 なと思います今まで休みを挟みながら声優劇場を務めていた足立選手をセカンドに移してまでもショートで使いたいそれほどの打撃と守備で成長を見せているんですよね三塁も高いレベルで守っていて身体能力が本当に高い出塁率はかなり苦しくなってきてはいますがすでに本塁打4本と13に塁打1軍クラスバリバリの選手相手にもちょうどを放っていてリーグ全体のショートでも攻撃指標はプラスなんです ま、チーム全体で打てるようになってきたので、彼に依存するというか、まあ、彼が打てないとチームが勝てない。なら彼を変えようという形になるかもしれませんが、そういうわけではなく、不調なら足立選手もいます。佐野選手、大田選手が2軍でも苦戦中ということを考えると、まあ、ここまで1軍に残り、攻撃面でもまずまずプラスという時点で、本当にとんでもない高卒2年目選手なのかなと思います。そして、高浜選手。 ハムの希望ですねまあ、本当は野村勇輝選手でもと言いたいところなんですが、まあ、今シーズンも怪我に苦しんでいて今1軍に戻ってきていますが、まあ、どちらかというと光るのは高浜選手かなと思います。 高卒1年目から2軍で多く出場し3年連続 OPS7 割以上続けてきましたが18年には長打を増やしながら打率は2割5厘翌年も苦しみオフには育成にただ2020年は育成でアピールを続けたことさらにチームの不振や怪我人もあり早い段階に支配下契約をつかみ取ることができました ハムの中で育成から支配下を掴んだ選手は高浜選手が初。10試合の出場でしたが、安打も放つことができました。まあそれでも立場としては決して安泰ではなかった中で、今季も当初からアピール。チーム全体が打撃不振やコロナ感染。さらに野村選手の怪我もあって、チャンスを掴むと一軍で結果。大野雄大選手先発試合で2番として攻守で躍動したことは、個人的にもかなり記憶に残りました。 積極的に打ちに行って長打を打てる。チャンス拡大のバッティング。さらにチャンスで返したり、代打で満塁ホームランも放ってみせました。交流戦唯一、かつ、パ、今季初の満塁ホームランと、記憶にも記録にも残してくれました。中田選手の不振と怪我。清宮選手が一軍となっていない中で、彼が今季ファーストとして起用され、ハムの希望を集めているとも言えるのかなと思います。 もちろん他にも少し落ちてきたんですが、勝木選手。まあ今2軍となっていますが、コーリ選手。疲れも見えるんですが、守備でアピールしたい山田選手らいますが、攻撃面含めて目立つのはこんなところかなと思います。特にキッス選手は本当に出来すぎだと思いますし、今は少し失速気味。それでもこの期間に一番として躍動してくれたことはかなり大きいですし、本人にとっても大きいでしょう。どうかこのまま頑張ってほしいなと思います。 また、苦労してきた高浜選手も本当に応援したくなる選手そしてカープは今までプロスペクトと言われる選手が今季は1軍で出場でき結果も残しています負けは込んでしまっていますが若手中心に希望は多いんですよね特に2軍を多く見ている私からすると2軍で結果を残しながら1軍で苦しんだまた2軍で結果を残してきた若手選手が1軍で打ち始めるのは大変期待したくなりますどうかこういう選手たちにはもっともっと頑張ってほしいなと思います以上が本日の動画でございますご視聴ありがとうございました